地の後楽園ホールプロレスファンで超満員でございます。さあオールデイズバットグッディーズの第2弾でございます。ご覧ください。往年の名選手キラー・コワルスキーが来日いたしました。プロレスオールドファンにはこのキラー・コワルスキー、何と言いましてもあの耳そぎ事件という、まあ、恐怖のエピソードがおそらく印象に残っているかと思います。そのキラー・コワルスキー選手です。殺人狂キラー・コワルスキーのファイトというのはご覧のような精悍な表情とそして正確なフライングニードロップで、まあ、ファンをゾクッとさせるような殺気みなぎるムードがございました。キラー・コワルスキー選手は61歳でございます。現在はアメリカでレスリングスクールのオーナーとして後輩の指導に当たっているそうです。全日本プロレスのマットが激しく燃えます。6人タッグの面白さ、そしてジュニア戦争の迫力、ファンの間からも大喝采を浴びています。さあまずは世界ジュニアヘビー級選手権王者淵正信にこの男決起軍中野真一が挑戦であります。中野真一、淵には3度目の挑戦。チャレンジャー中野真一から先に入ってまいりました。さあ今度は5度のチャンピオン淵選手の入場です。試合巧者の実力者淵正信、世界ジュニアのベルトは目まぐるしく移動しておりますが、やはり安定株といいますとこの淵正信です。さあ2回目の防衛戦、防衛すれば大阪府立体育会館で桃田光雄の最後の挑戦を受けます。実力紙一重の中野、桃田、淵の三つどもえ、タイトル移動もさることながら今ジュニア戦線試合の中身が非常にスリリングです。試合前に日本テレビ番組提供スポンサーより両選手にハンドバッグを贈呈しております。超満員の後楽園ホール、世界ジュニアヘビー級の選手権試合、試合に先立ちまして日本テレビ並びにこの番組のスポンサーよりチャレンジャー、王者、そしてレフリーに今豪華な花束が贈られました。リング上タイトルマッチ宣言です。この後リング上ではチャンピオンベルトの返還です。王者淵正信選手はマイティ井上から首固めの返し技で奪還に成功、桃田光雄には空中堂島落としで防衛に成功、いずれもジュニアヘビー級レスリングを大いに満喫させてくれました。世界ジュニアヘビー級選手権で4連続の一本勝負を行います。マウトな勝利者235ポイント長野決起軍中野真一、今度こそ今度こそ3回目の挑戦だ。第6代の世界ジュニアヘビー級チャンピオン実力者淵正信、満員の後楽園ホールです。勝負タイムは60分の一本勝負で行われます。今週はおなじみ竹内康介さんの解説でお届けしてまいりましょう。さあ決起軍の中野、この淵正信選手には今日で3回目のチャレンジ、過去1敗1分けこういうような戦績がありますが、竹内さん、中野選手が何度当たってもこの王者の牙城を崩せませんね。そういうことですね、まあ、今年に入ってもですね井上選手の王座にも挑戦したんですけどもね、はい、やっぱこの時もやっぱりその一つの牙城が崩せなかったわけですよね。タイトルに手が届かないのはどうしてなんでしょうね。これはですねやっぱりその、はい、ジュニアの場合どうしてもこれ長期戦になりますね、その場合やっぱり15分過ぎたあたりからですねどうしてもやっぱり中野選手のスタミナがガタッと落ちる部分なんですよね。そのあたりをやっぱりチャンピオンに突き込まれるケースがあまりにも過去には多かったですね。なるほど。さあ勝負の展開はまずはグランドでの展開、アームロックからどうやらサーフボードで固めようとする王者淵正信であります。しかし中野真一選手周辺の、ま、環境がやや変わっての、ま、今回の挑戦ということになりました。まずはこの現在決起軍のリーダータイガーマスク選手が手術で欠場していますよね。
このタイガーマスクのためにも今日はどうしても取らなきゃいけないでしょう。やっぱり欠勤そのものの存在感をですね、やっぱりこのシリーズあたりからもう一度改めて見直させるにはですね、やっぱりこの中のあたりがまずベルトを1本取ってですね、やっぱり存在感を示していってほしいです ね、 そうですね。現在事実上の欠勤軍のリーダーはこの中野真一以外に考えられませんもんね。そういうことですね、それだけにやっぱり今日のタイトルマッチは欠勤軍にとってもですね、やっぱりこの後の存亡がかかった一戦ですね、いわゆる武井さん軍団をこれを形成した場合にはベルトの重さというのは獅子と仲間に伝わっていくものですか。これはですね、天竜同盟の例を見てもですね、やっぱりそのアジアタックなりなんなりというのは相当大きなウエイトを占めましたからね。はい、グイ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 ヘッドロックで締めています。離しません。根性を見せますチャレンジャー、今夜の中野真一。それからこの中野選手はこのシリーズで先ほどお話が出た天竜同盟のリーダー天竜源一郎選手にこのガッツむき出しの攻撃を見せてますよね。そのあたりがですね、今日のジュニア戦線でいい形で生きてくるとですね、面白い展開になってくるんですけどね。そうですね、今までなんかこのいわゆる闘志がうちの中にあったこの中野選手ですけれども、天竜同盟のリーダー天竜にガン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 ぶち当たることによりまして、このガッツむき出しのこの闘志を前面に押し出すこういうファイトが見られるようになりましたね。中野選手といえばですね、その昔あのドロップキック一発でジャンボの口を切りましてね、非常にやっぱり脚光を浴びた時代があったわけですよね。そうですね、そういう部分でやっぱり内に秘めた部分も多いんですけどね、本当のやっぱりファイティングガッツを持った人だけにですね、今日はやっぱりそれをフルに爆発させていってほしいですね。チャレンジャー中野まだヘッドロック取って離しません。さあしっかりとした密着プレー、今度は足を挟んだ、足をフックして足を折り込んでいきます。背中に乗った淵田、いわゆる関節攻撃で防衛してますね。当然やっぱり淵はですね、まずやっぱりじっくりところで 長時間ファイトと言いますかね、まずグラウンドでその中野のスタミナを奪うことを考えていくでしょうね。この王者淵選手のこのシリーズ、過去の記録を調べてみたんですけれども、武井さんどうですか、このチャンピオンカーニバル天竜同盟と8連戦をやってのけてますよ。そうですね、これはですね、やっぱりその防衛戦を控えた普通にとっては非常にやっぱりハードなスケジュールでしたね。そうでしたね、肉体の方はもう限界ですというこの王者淵正信でありますが、この天竜の激しい攻撃に対しましてこの105キロの淵、非常に迫力あるファイトを随所で見せておりました。天竜選手をかなりコーナーに追い込むというシーンもしばしばありました。王者淵もこのスーパーヘビー級の力を徐々に蓄えてきたと言っていいんじゃないですか、武井さん。もちろん体はジュニアなんですけどもね、やっぱりヘビーの天竜選手とはまず遜色ないぐらいのやっぱり気迫を持ってますね。そうですね、今夜防衛すれば最終戦の大阪大会で再び桃田光雄選手と対決することになっております。桃田光雄ももう本当にベテランに入りました。シリーズで1回空中同時の落としで防衛を果たしてはおりますけれども、やはり怖い存在ですとこのように王者淵は言っておりました。いわゆる世界ジュニアヘビー級のタイトル戦線2連戦ということになります。桃田の攻撃目標はこの淵になるのか、それとも中野になるのか。しかしこの後楽園ホールでまたまたベルト移動ということも十分考えられますよね。ともかく今年に入ってですね、上馬連合からマイティーの上、そしてこの淵ですからね、非常にやっぱり目まぐるしく変わってますからね。そうですね、ねちっこいグランドの展開、サンミッションホールド淵正信、これはお家芸であります。ペースを取っているのはこうなりますと淵ですね。これは淵のペースですね。苦しい表情、苦しい表情、中野真一。さあおそらく決起軍の事実上のリーダーという心構えがあるでありましょう。チャレンジャー中野、先ほどから申し上げましたいろいろの要素が絡んでおります。精神的にも強くなりました中野。この3つの要素が中野を現在支えていると言ってもいいでしょう。しかしちょっと今脇を締めておりますけれども、武井さん残念ながらチャレンジャーの中野選手、左のこの左の腕と肩との付け根ですね、ここにビールスが入ってしまいまして、今腕を支えておりますけれども、支えておりますがちょっと苦しいようですね。今一つやっぱり力が入りにくいんですよね。そうですね、ですから逆にそこをですね、やっぱり腕への関節で攻められますとね、かなりやっぱりダメージを負ってくるわけですよね。まずはしかし根性で王者淵を場外に落としました。目が光っています。今夜のチャレンジャー中野、さあ這い上がってくるか。王者淵が今這い上がってまいりました。さあ前に出ます。中野が前に前に出ようとしています。中野選手の得意技はフィッシャーマンスープレックス、それからノーザンライトスープレックス、そして得意のジャーマンスープレックスホールド、この3つの非常に高度なスープレックスを3連続打つことができます。スープレックスの打てる体勢にどう持ち込むかが鍵ですかね、武井さん。しかしですね、去年 の、 あの7月のタイトルマッチの時はですね、そのジャーマンに入りながらですね、それを逆に切り返しているわけですよね。ですからこれジャーマンの入り方もですね、よくよく注意しませんとね、淵選手の場合完全切り返しを狙ってきますからね。淵選手は返し技うまいですからね。今はあっという間に腕しぎ十字、それからダブルアームシザースに捉えています。ねちっこい攻撃、余裕さえ感じられます淵であります。余っている
体の全部を使って攻撃しています。今腕を攻め込んでいるんですけども、先ほど足で顔面に蹴りを入れましたよね。こういう攻めはですね、おそらくチャレンジャーの中野選手にとって最も嫌な方法でしょうね。そうでしょうね。じわりじわり相手のスタミナを奪っていこうという、その王者フチ、こういう作戦は竹内さん、チャレンジャーの中野選手としては読めるんじゃないですかね。もう過去にこれもう普選手と2戦やってるわけですね、タイトマッチで、はい、そういう部分でやっぱり速攻に出るべきだったと思いますね、はい、やっぱり最初からこの淵子選手のペースに乗りますとね、これでやっぱり5分10分経ちますと必ずスタミナやっぱり奪われてきますからね。そうですよね。どうしてこのじわりじわり戦法にいわゆる落とし穴にはまり込んでいってしまうんですかね、竹内さん。これは逆に淵選手のうまさなんでしょうね。あー、なるほど。やっぱり相手を飛ばせない、スピードを出させない、僕は自分のペースにずるずるとこう引っ込んでいくわけですよね。そうですね。このところ王者淵選手も気分がいいでしょう。世界ジュニアヘビー級のタイトルマッチもこのところあれですね、竹内さん、日本武道館ですとか、この超満員の後楽園ホール、あるいはまた大阪府立体育会館、非常にこのプロレスファンがたくさん入る会場で行われるようになりましたね。しかもですね、このシリーズでもその最終戦までいくと参戦ですからね、はい、大変な一つのブームになってますよね。そうですね。淵正信の実力をファンに奥深く印象付けるためにも、今日は超満員の後楽園ホール、是が非でも防衛したいでしょう。さあ、サブミッションが続いている、サブミッションが続いている、関節攻撃一辺倒、王者、淵正信であります。さあ、どこまで耐えることができるか、チャレンジャーの中野、3度目の正直だ、敵軍の事実上のリーダー、中野真一、今、敵軍のリーダー、手術で欠場しております、タイガーマスク選手に報いるためにも勝ちたい、ベルトを巻きたい、チャレンジャー中野、ちょっと後手後手ですか。そうですね、ちょっと攻め込まれている時間が長いですね。はい、今度はまたリストを決めています。苦しい、これは苦しい、すごいリストへの攻撃、そして体重が脇の間に入ってますね。乗せ方がうまいですね。うまいですね。腰の位置、お尻の位置を見てください。左の肩に十分に入っています、からね。そしてリストをしっかりと固めている。さあ、腕をへし折るのか。うわー、すごい攻撃。うわー、このサブミッション、関節はきつい。うわー、悲鳴が聞こえてまいります。すごいですね、今日の王者フチ、もう当てしてますね。してますね。今までの選手の防衛戦を見ますとね、グラウンドに入った後すぐやっぱりすぐのスタンドでですね、やっぱりちょっと立体的な技も見せることが多いんですけどね、今日はもうまずグラウンド1本に絞ってますね。そうですね。今までの試合内容とはガラリ戦法を変えてまいりました、王者フチ。さあ、カモンカモン、どっからでもかかってこい、相手を睨みつける王者フチ。さあ、ちょっとビールスが脇の下に入りまして、左腕にダメージ受けてますね。ちょっと左の腕の付け根のあたりだらっとしてまいりました。ちょっと苦しい試合展開だ。さあ、手つの体勢から、もっと早いぞ、早く赤潰します。左の脇を固めに行きます。うーん、腕絡みですね。ともかくもう狙ったら一点集中ですからね、必要に攻め込んでいます淵正信。ああ、着せずして後楽園のお客様から、さすがにテクニシャンうまいという声がかかりました。このサブミッションホールドの技の展開というのは、竹内さん、あまり地味なためにファンには受け入れられない人も多いんですけれども、後楽園ホールのお客様には受けますね。まあ、これ1時台前ははっきり言ってですね、そんなにやっぱりやるとですね、はい、逆にヤジが飛んだぐらい受けなかったんですけどね。さあ、中野の猛反撃、今度は腕を取った、そして太もものあたりもガッチリとシザース、同時目に入って腕を決めてますね。同時目に入ってますね。腰のあたりに両方の足が絡んでいる。そしてどうですか、腕をL 字に固めましたね。ちょうど逆に取ってますね。逆に取ってますね。さあ、今度は関節で反撃であります、チャレンジャーの中野真一、下半身と上半身うまく合体、負けておりません。中野淵がサードロープに手を伸ばしました。さあ、ガンガン攻め込みます、チャレンジャーの中野。あ、しかしまた足を取った。さあ、今度は足への攻撃であります。アキレス腱固めですか。アキレス腱に入ろうとしますね。入ろうとしてますね。さあ、しかしアキレス腱はまだ伸びておりません。この位置ですといわゆる正確なアキレス腱ではありません。逆に今度は取りました。これでアキレス腱、おっと、今度は膝ですね。片指に膝を押さえてますね。狙いを変えました。チャンピオンの淵正信であります。ペースはどうしても王者ですね。いや、がっちりと入ってますよ、竹内さん。やはりですね、一度ぐらいは当然これグラウンドでも切り返すことはできるんでしょうけどね、はい、やっぱりその長期的に見るとですね、これ完全やっぱりチャンピオン淵のペースですよね。こういう技を受けますと、このなんて言うんでしょうかね、
反撃する意欲がだいぶ薄れていくんじゃないですか。そういうことですね。だん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 一つのその倦怠感といいますかね、体全体にやっぱりその疲労が溜まってくるわけですよね、はい、それがサブミッションホールドの怖さですよね。ですからいざとですね、自分がやっぱりチャンスを取ってもですね、カムバックする力がもう残ってなくなってしまうわけですね、はい、そうですね。その辺も十分に熟知しています。王者隙がありません。プチマサロブの攻撃、さあ上半身を腕で支えます。中野真一、中野の表情、竹内さんちょっと見てください。ちょっと口を開けてますよ。苦しいですね。ちょっとやっぱり汗の量がかなり多いですよね。あーねー、先ほどからお伝えしておりますように、このシリーズ何回か試合を欠場いたしました中野。しかし天竜との一戦で、天竜同盟との一戦で生き返りました。さあ反対に中野が首を取ったぞ、首を取ったぞ。これは根性クラブですね。さあどっちが我慢するか。フチもさあどうだ。要するにそれはかかった中野のつま先を押さえてますからね、つま先を捉えているのはフチ。あっとフチが勝ったようです。すごいサブミッションホールドの応酬であります。また完全に両方の足を X 字に固めました。うわきつい攻撃だ。さすが王者フチ、力いっぱい渾身の力を込めてサブミッションホールドが延々と続いています。ダメージが当然広がってますよね。武井さん相当受けてるでしょうね、しかし中野も今度は首に手を入れましたよ。中野選手も首に手を入れました。さあサービスショーホールドの、まあ、両者取り合い、サービスショーホールドの展開ということになりますと、やはり武井さん2手3手先に読んだ方が勝ちなんでしょう。そういうことですね、それやっぱり攻めるポイントですよね、はい、今日のも淵野選手の場合ですね、やっぱりまずその腕を決めてですね、はい、その後今度は足首入ってますからね。そうですね、非常にやっぱりリズムのいい攻撃ですね。今夜の勝負、大技らしい大技は両者出しておりませんね。まだほとんど出てませんね。熱っぽい攻撃です。60分の一本勝負、世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者淵正信、今夜2回目の防衛戦。中野はこの王者淵に3度目の挑戦、どうしても淵選手を破ることができないんです。さあ2位を突き上げました。さあ今度は飛び道具を出していくか、大きくロープに振るが中野根性でトップロープにしがみついた。やる気を見せます。しかし足を引きずっています。さっきからもう足を散々関節、足の関節を攻められました。さあ十分に言うことが聞くかどうか。さあどっしりと構える淵、がっちりと四つに組み合いました。また勝負再開であります。世界ジュニアヘビー級の選手権試合、まさに竹内さん熱闘ですね。いい試合になってますね、派手な動きはないんですけどもね、はい、こういう試合やっぱりいかにもジュニアらしいですね。そうですね、一発の技に頼っておりません。さあ今度はうまく返します。うまく返しました。首の力もすごい中野。さあ一気にここで逆転に結びつくかどうか。今のテイク飛行のブレンバスターでしたか、竹内さん。まあ、あの後ろに投げるですね、一つのその、まあ、リバースのスープレックスの変形みたいな形ですかね。あ、そうですか、はい。さあこの両選手が動き始めました。まずはエビ固め、すかさずまた抑え込む。縁がしっかりと抑え込んだ。両者離れた。さあ動きが出てきたぞ。大きな山が訪れたか。世界ジュニアヘビー級の選手権試合、今度はエルボーです。さあ大きくロープに振る。反対に中野が世界チャンピオンを捉えた。パワースラム、これは効いた。後頭部がキャンバスに当たっている。懸命に抑え込みます。さあどこでチャレンジャー中野がフィッシャーマンスープレックス、あるいはノーザンライト、さらにまたジャーマンスープレックス、この3つのスープレックスの連携に行くことができるでありましょうか。さあ対角線上に投げたのは王者淵だ。さあおっとうまくタイミングを図っている中野が、中野が投げられた。バックドロップになってしまいました。そしてセカンドドロップにのリバウンドがありますよね。当然ね、あれですね、やっぱりそのコーナーを使って跳ね返ろうと思ったんでしょうけど、これが失敗ですね。バックドロップ来てしまいましたね、はい、さあバックドロップです。さあどうだ、後頭部が当たっているぞ。しかし王者淵も一呼吸置いています。ここでまだもう15分が経過ですね、そうですね。さあどうでしょう、この辺り大きな山かと思いますが、また後ろから攻めての、これは肩始めみたいですね。ちょっとチキンウィングのですね、はい、フェースロックに入ってますね、右手はそうですね、それから遺体の腕を後ろ側に持っていってますよね。さあちょっと苦しい展開の中野真一であります。しっかりと相手を攻めています。隙がありません。淵正信です。これ右手で攻めているフェースロックとチンロックですね、それとこの腕を決めてる、左腕も決めてるわけですね、決めてますよね。どっちがダメージ広がりますかね。これはまず腕の方だと思いますね。腕の方でしょうね。苦しくなりました、チャレンジャーの中野真一であります。さあ
最後は何かこの思わぬ技で勝負が決まりそうなそんな感じでありますが、おっと左の腕で投げ切った、中野また立ち上がった、なんだフィッシャーが座ってきた、さあ行ったぞ、さあ連続しての3種類のスープレックス得意技、さあ中野初めてフィッシャーマンスープレックスを見舞いました。大きく一般ロープに飛んだネックブリカドロップ、さあ飛び道具を出してきたぞ、2つの大きな技が当たっている、さあもう1回もう1回、おーっとノーザンライトか、ノーザンライトか、あーそのままもう1回大きなノーザンライトスープレックス、おっと今カウント2ですね、カウント2ですね、カウント2ですね、ことごとく大技が切り返されてますね、はい、さあ最後はジャーマンスープレックスホールドが待っているぞ、さあ中野うまいタイミングを取っている、あしかし王者淵カウンターで当たりました。うーん、2つの連続スープレックスどうでしたか。まあもうちょっとですね、ダメージを与えてからだったら効果があったんでしょうけどね、ちょっと不意に打ちすぎましたね。あそうですか、おっと顔面蹴りというか耳にキックを浴びせます。さあこれが最近のこの強い淵正信の攻撃パターンであります。円錐だけではありません、顔面それから耳へのキック、これを多用しています。さあペースは王者淵か、中野への声援、中野への声援、今度は円錐です、待ってましたとばかり円錐に命中、場外に中野を送り出しました。さあこの後淵が中野場外に追い込んでいきます。さあベルトが勝っている第1試合、後楽園ホール超満員、中野のファンがいっぱいいます。さあ場外でパイルドライバー、ここでダメージが広がります。さあ淵がまずはリングの中に入って、余裕を持って中野慎一のリングの中への攻撃、これを待っています。さあ中野、ここは竹内さん踏ん張りどころなんですよね。踏ん張りどころですね。結局現在リーダーのタイガーマスクが欠場しています。事実上のリーダー中野慎一、ベルトが欲しい、結局弾みがつきます、どうしてもベルトが欲しい、今度は反対側に持っていかれました。熱っぽい勝負になっています。ああ季節して後楽園ホールのお客様からブーイング、しかし王者というのはベルトを守る宿命ですからね。そうですね、やっぱりどんな方法を使ってもですね、ベルトを守ればやっぱりチャンピオンですからね、はい、そうですね、まあ、どんなにブーイングを受けようとも王者らしいレスリング、守りのレスリング、これはもう必須条件です。さあ中野がトップロープに上がっている、デッドリードライブ、また強打、さあ中野頑張れるか、そして飛び込んだ空中同時目落とし、そのまま手四つでしっかりとあーっと返した、よく返しましたね、よく返します、中野間一発返しました。桃田光雄をこの後楽園ホールで打ち破った時にも空中同時目落としでした、同じ技を使いました。さあ中野生き返るか、中野コール一色、後楽園ホール中野が今度は反撃態勢、ネックブリカードロップ失敗、どうもかわされるケースが多いです ね、はい、さあここで足を取っての首固め、スモールパッケージフォールド、これまたカウント2、しかし流れは完全チャンピオン淵のペースですね、呼吸を整えています。王者淵呼吸が乱れます。中野さあジャーマンか、久々のジャーマンか、今度は反対に、これが切り札になるのか、足を引く、エルボーをつく、エルボーをつく、もう一回エルボーをついた、両者離れたが、さあ背中越しにパンチ一戦、またジャーマン中野決まったか、最後の最後の決め技、カウント3が入ったようだ、新王者誕生だ、新王者誕生だ、中野とうとう切り札ジャーマンスープレックスホールド、決起軍やりました、決起軍にベルトが転がり込んでまいりました、高木が抱きついている、高野が抱きついている、中野が王者淵を最後はジャーマンスープレックスホールドで切って取りました、決起軍に王者誕生であります。中野コールをお聞きください。竹内さん、ファンの声援に支えられましたね、中野は。そうですね、絶対あれはですね、もう淵のペースでですね、はい、淵が防衛のチャンスと思ったんですけどもね、最後の最後で意外な展開が出ましたね。本当ですね、よく頑張りました。3度目の正直でとうとう王者淵を切って取りました。しかもジャーマンスープレックスホールド、文句ありません、ニューチャンピオン誕生、第7代世界ジュニアヘビー級チャンピオンは中野慎一であります。さあ春のチャンピオンカーニバル天王山、ご覧ください、超満員の東京水道橋後楽園ホール、シングル王座三冠統一戦がいよいよ始まります。
プロレスのメッカ後楽園ホールはものすごい熱気に包まれました。最初にインター王者ジャンボ鶴田の登場。さあやってまいります。スタンハンセンの PWF を UN を奪取すれば三冠に一番乗り。去年ハンセンプロデュース鶴田健龍が挑んだ三冠への道、しかし誰も実現できませんでした。三冠は俺がやってのける。鶴田は自信満々。ド迫力悪党ファイターに変身の鶴田が手段を選ばぬ戦法で三冠取りに異常なほど燃えています。ジャンボ鶴田先に入場。さあ今度は不沈艦の登場であります。強いやつには敵が群がります。チャンピオンカーニバル選手権試合の連続、天竜から二冠は守りました。さあハンセン、世界タッグは2度挑戦2度失敗。いよいよハンセンが最も狙いをつけていた三冠へのチャンス到来。ベルトへの執着心、このスタンハンセン、外人レスラーで最もプライドの高いスタンハンセン。インターのベルト、これは日本の伝統的なベルトを知っています。それを奪還するのかスタンハンセン。さあいよいよ三冠統一トリプルタイトルマッチ、後楽園ホール興奮であります。試合に先立ちまして両選手に今豪華な花束が日本テレビ並びに番組スポンサーより贈られそうです。そしてリング上ではタイトルマッチの宣言です。認定者、この試合は NWA が認定し TWF が認定するインターナショナルヘビー級、 TWF ヘビー級並びに UN ヘビー級の三冠統一の選手権試合であることを宣言する。1989年9月16日ナショナルレスリングアライアンス会長ジャック・コトル、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・ブレアス、ガイド続きまして、両者は去年の10月17日広島で三冠をかけて戦いました。しかしその時には三冠のいわゆるプレッシャーに潰されまして両者引き分け。今夜は潔く両者ともに決着をつけたいとこう言っています。全日本プロレス最高権威インターナショナルヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田、三冠統一戦60分の一本勝負であります。天の表情、持ち前の野菜味たっぷりの表情であります。落ち着いているのはジャンボ鶴田。インターを守って三冠ダッシュなるか。今鶴田のレスリングはいわゆる大胆不敵の一言につきます。さあいよいよファン待望の三冠統一戦、ゴングが鳴った。ガチリと組み合った。ロープに釘付けにしたのは鶴田。チョップ合戦から勝負が始まる。さあすごいチョップ合戦、エルボー合戦。さあおっと胸をついた、チョップで打った。まだ続くチョップ合戦、まだ続く。頭を取ったヘッドバット、勢いがあるのは鶴田。キックで一本返した。スタンハンセン、今度はエルボー強い。今度は逆水平、スタンハンセン盛り返した。そしてコーナーマットに打ち付けた。まだ両者顔面好調であります。さあ今度は反対に、最初の場外、最初の場外、鶴田がハンセンを場外に送り出しました。さあいよいよ始まりました三冠統一戦。さあしかし鶴田のムードがこれどころ、武志さん、ちょっと変わってますよね。そうですね、やっぱ開き直った鶴田がですね、がぜん怖く強くなってますからね。そうですね、過去のジャンボ鶴田とは違います。さあスタンハンセンとジャンボ鶴田が場外での猛攻、チョップ合戦。また放送席、大きな体が飛んできた、大きな体が飛んでまいりました。三冠統一戦、最初から両者ともに入れ込んでいます。激しい闘志を表に出しての三冠統一戦。鶴田長い足を利して、すごい勢いでキックであります。さあまた首の付け根のあたりにチョップを打ち込みます。鶴田が先手必勝とばかり攻め込んでいる。大きなロープレスマジャンピングに当たった、ジャンピングに当たりました。さあオーコール大喝采、すごい勢いのジャンボ鶴田。さあ三冠統一に一番近い男ジャンボ鶴田、二冠を守るか。 PWF UN スタンハンセン、
場外の勝負が竹内さん序盤戦から多いですね。多いですね、しかもジャンボが積極的に場外戦を仕掛けてますよね。そうですね、これがどういう作戦なのかですね。また追い打ちをかけています。これは竹内さんはどういうふうに洞察しますか。ともかくですね、まず反省を拡大した上でジャンプは大きな勝負を狙ってるんじゃないですかね。あ、なるほど。おっとおっと、今度は椅子を使った、椅子を使いました。序盤戦からこういういわゆるラッパイトに出るのはジャンボ鶴田珍しい。しかしお客さんのブーイングを受けてからジャンボ鶴田の戦法がガラリと変わっているんです。鬼のような表情、ジャンボ鶴田ラフに徹しています。いわゆる悪党ファイトに徹しています。さあ上位口によりまして椅子が場外に持ち込まれました。さあ今度はガウジング、今度はパンチ、これは反則技はもう簡単に次から次へ出しています。さあセカンドロープに上がるか、トップロープに一気に駆け上ってミサイルキックか、ジャンピングニーか、ジャンピングニーパッド当たりました。空中高く打って右の膝ががっちりとスタンハンセンの顎をえぐりました。しかし あっと余裕の表情か、今ジャンボ鶴田の表情をカメラが捉えました。今ニタッと笑いましたジャンボ鶴田であります。これどう見ますか竹内さん。素敵な笑いですね。これは自信でしょうね。はい、見ますね。さあ鶴田に非常に勢いがあります。スタンハンセンが後手後手に回っています。今夜の三冠統一戦であります。このシングルの三冠統一というのはやはりこのタッグの、最強を決める対決以上にファンならずとも竹内さん胸がワクワクしますよね。ともかくこの構造が持ち上がってから丸1年ですからね、そうですね、そろそろなんとかすっきりした形でですね、まず三冠王者を誕生させてほしいですね。そうですね、今全日本マットで一番強い男を決めるのがこの三冠統一戦であります。いよいよファン待望の三冠統一戦、鶴高反戦か、それとも最後に3本のベルトを手中にするのは天竜なんでしょうか。さあ鶴高反戦、どちらが強いんでしょうか。反戦追い込まれました。余裕が出てまいりました。インターナショナルヘビー級チャンピオンのジャンボ鶴田、場外のた打ち回っているのはスタン・ハンセンであります。ちょっと我々が竹内さん試合の前にいろいろどういう試合になるか考えたんですけれども、全く予想しない試合展開ですね。全く逆のパターンになってますね。逆のパターンですね。闘志あふれるジャンボ鶴田、いわゆる悪党ファイトに徹しているようなそんな感じ。こういった時には かつての鶴田だったら待ってましたよね。当然そうですね。ハンセンが這い上がってくるところ、もうガンガン攻め込んでいます。エルボーの洗礼、スタン・ハンセン、ちょっと表情が鈍い。さあ、飛び込んだ、ショルダータックル、いったぞ、今度はスタン・ハンセンだ。壊れたダンプカー、この威力を発揮する、おっと、打つ、打ちまくる、打った、エルボー、すごい、エルボー、いやー、今までの鶴田とは全く違います、ジャンボ鶴田であります。そして本人は日本の伝統を受け継いでいるというこういう自負もあるでしょうからね。竹内さん、ありますね、やっぱりジャンボが一番このやっぱ三冠統一のですね、大きな目的というのを知ってますからね。そうですね、まあ、昨今はおっと今度はスタンハンセンの攻撃であります。何でいくか、うまくこれをリバースで切り返した。余裕しゃくしゃく王者ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田の凄さとそれからタフネス、うまさ、この3つが十分に最初から発揮されてますね。今いい形でですね、いい表情を見せました。最高にいい状態のものが出ますね。笑ってはダメだ、ジャンボ鶴田の笑い顔は似合わない。今の奥歯をかみしめたような表情は非常にぴったり、王者らしい表情。鶴田、スタンハンセンが右足を伸ばしました。竹内さんね、ファンの間からそしてライバルの天竜からこの鶴田のファイトに物足りないという声もまあ聞かれるんですけれども、本人は十分に知っています。しかし鶴田はですね、このチャンピオンの権利といいますか、生き方をもう冷静に守っているんですよね。そういうことですね、やっぱり天竜選手の場合はですね、はい、相手その勝負というのは短期的に考えている部分がありますけどね、ジャンボの場合非常にやっぱり長期的な展望で考えている部分があるわけですよね。そうですね、この違いがですね、やっぱりファイトスタイルの違いにもなってますね、はい、そういうことをファンはなぜ分かってくれないんだということを言っておりましたが、しかしあの横浜の大会あたりからこのガラリと戦法を変えてまいりました。このファイトにはファンもそれからライバル天竜も共鳴するんじゃないでしょうかね。どうでしょう。それだけにですね、やっぱりその最後の集大成としてはですね、はい、今日何が何でもやっぱり反省を破って三冠をまず統一してみせることですよね。そうでしょうね。あっと相手に密着、万事に入りましたね。オクトバスに出てまいりました。これは珍しいジャンボ鶴田のオクトバスホールド、完成度はどうですか。反省度はちょっと反省の状態がまたこれも低いようなケースですね、はい、そして今までのところ反省は後手後手、守り一辺倒であります。先ほど思い切ってぶつかったショルダータックルがありましたけれども、あれだけしか大きな技打ってませんね。ないですね、ほとんどジャンボのペースですね。守り一辺倒のスタン・ハンセン、さあ一気に PWF UNO を奪って三冠統一、初代の王者になるのかどうか。ジャンボ鶴田の攻撃が非常に目立っている。非常にこの最初から猛発進猛攻撃ですけれども、後半戦のスタミナとかいろいろと考えてるんですかね、竹内さん。鶴田スタミナ面ではですね、文句なくジャンボですからね、その面ではですね、こんだけ痛めつけて試合を長引かせればですね、ますますジャンボ有利になってきますね、そうですか。
ちょっと私は心のちょっと片隅にこの攻め込みすぎ飛ばしすぎというような感じもあるんですけども、その辺心配しなくていいですか。まあ、これもですね、ハンセンがどこでやっぱり反撃を仕掛けてくるかとですね、はい、それにどこまでジャンボが耐えられるかによって変わってきますね。スタンハンセンの瞬発力というのはすごいですからね。一発の勝負をかけられると怖いんですよね。怖いですよね。今守っているような感じ、ディフェンスしているような感じですけれども、一発一発に重さがあります。さあどうでしょうか。両者ともに一刀血を抜く、技術を持っています。さあ今度はスタンハンセンが出てまいりました。ちょっと顎を上げつつありますジャンボ鶴田、序盤戦のスピードはちょっとかけてまいりました。おっと背中背骨のあたりを打っています。スタンハンセンのチョップ、今度は左のチョップ、何しろウエスタンラリアットがあるぞ。まだこれは両者温存しています。さあロープ越しになりました。わあ背中に思い切ったパンチ一戦。スタンハンセンが攻め込んで、今度はジャンボ鶴田が場外に出ました。ジャンボ鶴田が場外に出ています。そして顎の先端にキック、猛烈キック、わーっと今度は胸にも引く、すごい勢いでキックを浴びせかけます。スタンハンセン、また放送席が完全に狙われてしまいました。すごい勢いで破壊されます。さあジャンボ鶴田とスタンハンセンであります。スタンハンセンがすごい勢いで椅子攻撃、すごい一発でジャンボ鶴田の背中が真っ赤に腫れ上がりました。さあハンセン、ジャンボ鶴田がやられています。最初に椅子攻撃一挙手を出したのは鶴田の方でしたよね。そうでしたね。これへの報復であります。さあやっとハンセンらしい落ち着きが出てきた、そういうような感じがあります。初めてのスタンハンセンのカバー、カウント2まで入りました。さあジャンボ鶴田がここで最初の攻め方がちょっと鈍くなってまいりました。さあハンセンが攻めています。今夜はハンセン、いかなる時にもハンセンの攻撃というのはそうでしたけれども、なりふり構わずどんな時でもチャンスを探し回る、そういうこの感じのスタンハンセンのファイトです。さあ助走をつけてのエルボー直撃であります。これ効きますね竹内さん。ここからですね、流れが変わってくるとジャンボはきついんですけどね。そうでしたね。なんとかもう一度自分の流れに作っていってほしいですね。そうでしたね。このジャンボ鶴田からインターを奪った時のハンセンの技は後方回転のエビ固めでしたよね。全く意外な技でしたね。そして反対に鶴田が奪還した時の技はスモールパッケージホールドでしたね。ですからね、やっぱりそのやっぱこの2人では大技は決めにくいわけですよね。はい、そうでしょうね。やっぱり一点の逆転技だと思いますね。また場外、あっと椅子攻撃、椅子の洗礼を受けている鶴田、頑張った。しかし背中は真っ赤、ハンセンの馬力、この力、これは痛い。さあ両軍またリングの中に入るのか、また場外戦か。ジャンボ鶴田対スタンハンセン、三冠統一トリプルタイトルマッチ。さあ場外から今度はリングの中での勝負に出てまいりました。勢いが出てきたのは今度はハンセンの方ですね。竹井さん、ハンセンにやっぱり流れが出てきましたね。そうですね。さあ鶴田にも日本の伝統を受け継いでいるというそういう自負があるでしょう。真のチャンピオンは俺なんだというそういう自信、インター王者であることを誇りにしている鶴田、こんなことでは負けません。鶴田がまた一回ありました。いやエルボースマッシュ、鶴田のいわゆるエルボースマッシュ、ドリーファンクジュニアから習いました。エルボーバットにも行きます。うわすごいエルボー、鶴田の本当の恐ろしさ、実力を知った思いです。ジャンピング2位は当たるか、足を抱え上げられた、反対にエルボー、左のラリアット、ハンセンの右のエルボー、左のラリアットであります。足よくあのジャンピング2位は受け止めましたね。すごいですねハンセン、左のラリアットが完璧。そしてジャンボ鶴田を場外に放り投げました。これはダメージが大きく広がってまいるでしょう。60分の一本勝負、前半戦はジャンボ鶴田がもう一心不乱に攻め込んで、スタンハンセン守り一辺倒、しかし中盤からスタンハンセンの攻撃が非常に目立つようになってまいりました。まだまだ竹内さん勝負分かりませんね。ちょっと分からない展開ですね。クリーンファイトを見せます、スタンハンセン、クリーンファイトを見せます。ジャンボ鶴田をリングの中に放り投げました。そしてカバー、カウントは2まで入ったぞ。危ない。スタンハンセンの恐るべきスタミナ、鶴田ダメージを受けました。頭を左右に振りました。さあちょっと苦しい表情を見せますジャンボ鶴田。さあ抱き上げた後ボディースラムか、叩き応答した。さあコーナーマットの前だ。さあどういう技を見せますか。さあ全体重を乗せました、エルボー打つ体勢で2位も落としています。さあ巧妙な全体重をかけます、スタンハンセンの猛攻であります。135キロ、馬力のある135キロ、全体重がかかりました。ちょっと息が苦しくなりましたか鶴田は。あ、これ3つ目、これ外しました、ね、それは外しましたね。これは3つ目、ちょうど膝でですね、脇腹のあたりを捉えました、ね、脇腹あたりました。さあ右の脇腹あたりを痛められました、スタンハンセン。ここで鶴田がこの鶴田対、いや、スタンハンセン対天竜戦の時もそうでしたけども、脇腹にちょっとウィークポイントがあるんです。スタンハンセン、ここをどう狙っていきますか。苦しい、あっとサードロープににじり寄りました。さあ再びジャンボ鶴田がいわゆる
プロレス用語で言いますヒールです。完全にヒールに徹しています。今夜のジャンボセンターすごい競争だ。毎回打ち込んだ。すごい競争で打ち込みます。かつてこんな顔を見たことありますか、竹内さん。ないですね。すごい表情だ。ジャンボ鶴田打ち込んで、この椅子を完全に打ち込んで、今度は胸のあたりに差し込んでいる。すごい強打。鶴田の攻撃が鋭い。鶴田のラフプレーだ。鶴田のラフプレーだ。さあ今度はしかし余っている手で、今度は反対に椅子を取ったのはスタンハンセン。あ、これがこのスタンハンセンの強さですね。負けてても一気に返すんです。また放送席脇腹に一発、ずー豪快なパンチを打ち込んだ。また場外カウントが進んでいる。また再びフリーファイトになるのかどうか。どうしても決着をつけたい今夜の後楽園決戦であります。ファンも決着を見たいと思いますよね、竹内さん。ジャンボは脇腹をうまく攻めてますね。脇腹をうまく攻めてますね。だん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 神戸が下がります。体がくの字になってまいりました。スタンハンセン、さあスタンハンセンは再びリングの中。竹内さん、場外リングアウトでは満足しないですね。これはまずいですね。今日のともかくリングの中で決着つけてほしいですね、はい、どうしても決着をつけなくてはなりません。それがこのスタンハンセン、そして日本の伝統を守る鶴田、鶴田へのまあ使命感でありましょうか。鶴田がまたスタンハンセンを場外に突き落としました。試合展開は場外戦が非常に多い今夜の三冠統一トリプルタイトルマッチであります。ジャンボ鶴田は日本の伝統インターヘビーをかけています。スタンハンセンは PWF UN をかけている。ラリアットか、ラリアットダメ。ラリアットが赤い鉄柱にまともに当たってしまいました。しかも助走がついています。これは苦しいぞ。鶴田が倒れ込んでいます。ハンセンが今膝をついた。ハンセンが膝をついた。先にリングの中に入って勝負を待つのか。両者リングアウトはファンが納得しません。どうしても決着が欲しい。今夜の対決、潔く両者ともに決着をつけたいと語っておりました。それを実現してもらいたいと思います。三冠統一戦だ。スタンハンセンの馬力すごいパワー。また今度は溝打ちのあたりに椅子攻撃。さあお客様が波のように横に前に斜めに揺れ動いています。さあすごい取っ組み合い、すごい取っ組み合い。鶴田とハンセン、すごい取っ組み合い。場外乱戦、さあ場外乱戦。カウントが耳に入っているのか。両者鶴田ハンセン、どうだもつれ合っている、もつれ合っている。どうだすごいもつれ合いだ。椅子が散らばっている。まさに修羅場が修羅場となりました。東京水道橋後楽園ホール。さあ両者が上位さんが分け合おうとしていますが、あ、今ゴングを要請、ゴングを要請です。ゴングが鳴り響きます。季節してブーイング。超満員の後楽園ホールのお客様全く行きません。場外リングアウトですかね。これはですね、まず何ですかね、行きませんね。さあお客さんからひょっとしたら延長コールがかかるかもしれませんね、竹内さん。これはできるもんなら、やっぱり延長してほしいですね。そうですね。さあ世界タッグのパートナー安吉明が出てまいりました。さあジャンボ鶴田に援軍であります。スタンハンセンの方はテリーゴディが出てまいりました。ブルーロープを持ってどうやら控え室に引き上げるのかということになりますと、竹内さん、全日本プロレスからすでに発表があったんですけれども、もし引き分けた場合は来週の放送になりますけれども、大田区体育館で再戦というような、スケジュールがありましたね。確かね、ジャンボがなんか言いそうですね。なんか言いそうですね。反省を聞けよ。18日は絶対決着つけるな。絶対に監督決着つけてやる。大田の決着ですね。そうですね。ジャンボ自身が言ってますね。はっきりと言ってますね。この大田区体育館の放送は来週の放送でございますが、どうやら必ず決着をつける。決着つけるぞ。大田区体育館、東京の大田区体育館で決着をつけるとジャンボ鶴田がアピール。興奮状態のお客様、珍しく後楽園ホールのリング上にいろんなものが投げ入れられました。14分4秒、ノーコンテスト。あ、これは残酷。鶴田選手に帰れコールですよね、竹内さん。そうですね、やっぱりこのファンのですね、やっぱりパワーバックしてますからね。そうですね、何が何でもこの太田でははっきりした決着をつけてほしいですね。14分4秒、両者ノーコンテストに終わりまして、決戦は来週の放送、大田区体育館の対決に持ち越されました。全日本プロレス89スーパーパワーシリーズ日程です。5月12日後楽園ホールにて開幕、13日名古屋、15日福井、17日伊賀上野市、20日小山、21日茅ヶ崎、23日戸和田、24日秋田、26日酒田、27日会津、31日長野箕輪町、
6月3日土浦、4日大月、5日日本武道館、そして最終戦は千葉です。次週のこの時間はご覧のカードをお送りいたします。どうぞお楽しみに。